Hello everybody, how are you? I'm fucking fine. I'm always fucking fine anyway. いやー、びっくりしましたね。麻生さんのあの発言、西田さんの質問に対して、僕の友達からの LINE 来たんですよ、あっちゃんから。いやーもう、いやーもう本当にもう頼りにしては絶対いけないっていうことが分かりました。今回ですよ、60兆円ぐらいの、補正予算を絶対組まなきゃダメなわけですよ。じゃないとみんなね、首吊りますよ。前例にとらわれない異次元のかなり思い切った大胆な経済政策をって安倍総理は言ったんですけどね。それに対して西田さんが、麻生副総理に言ったら、世の中そんなに甘くないって。何ですかあれ。世の中そんなに甘くない。昨日総裁のお話を私も視聴しましたけれども、って何ですか。もう国民ががっかりしてるんですよ。これね、皆さん聞いてください。山本太郎さんしかです。山本太郎何言ってるかね。今ね、ベルギーではね、酒作ってる会社がね、アルコール作ってるって。で、ロースロースの会社がね、もう人工呼吸器を作ってるって。そうやって官民一体の政策がなんでしないんだと、トヨタとかがね、今ね、どうせもう動けなくなってるんだと。だったら、そのもうね、製造業で、それをやれないのかと、日本のこの力を使って。そういうこと言ってますよ。そういうね、なんだろうな、ちゃんとね、パッパッパッと早くね、判断力があってね、もうやっぱ3代目のお坊ちゃん、4代目のお坊ちゃん、もう、無理ですよ。鈍いんですよ。もうずれてるんです。世の中そんなに甘くないって、あんた誰のお金で飯食ってんの？商品券でって。お前らの給料商品券せよ、アホ。ほんまアホか、まあ、本当にどうしようもねえな。アホかよ、お前。全員退場やん。